じゃあ骨盤の動きの何を回復するのかって話になるじゃないですか。そしたら骨盤っていうのは何で介入しなくちゃいけないって言ったら体の中心だからでしょ。じゃあ本当に体の中心なのかって言ったら、いや確かに構造的にも中心なんですよ。重さもこの仙骨の中に、仙骨第二仙骨項のちょっと前あたりにですね、体を凍らして矢印のようにバランスが取れるような構造がここにあるんですよ。だから最下三連休でしょ。でそこを中心に取り巻くように筋膜の流れが前も後ろもあるんですね。なんでだって言ったら、手足をこうやってねじるってことはねじれの逆回線になるところがここに生じるでしょう。ちょっと非常に強いストレスにさらされるんです。だから関節構造を強くするだけ、ほら細いでしょ骨盤あたりって。で腰椎から仙骨あたり、それから骨盤あたりってあんな細いんですよ。でしょ。もともと多分関骨なんて肋骨だったんじゃないですか、わかんないけどすいません。まあそうだったとしてもあんなにごつくなってるんですよ。でしょ。ってことはごつくすることでなんとかその強いストレスに耐えようとしてるのは明白ですよね。だけどそれじゃ足りないんです。自由に動けなくちゃいけないんで、ある程度不安定性っていうのも許さないといけないんです。不安定な瞬間にも支えられるように筋膜を配置しているというふうに私は考えています。であれば、骨盤を中心とした運動というものを左右の側屈、背線、屈曲伸展に求めればいいじゃないかということですね。その運動の中で骨盤部に動きの狂いを、動いてない場所っていうのが明確に見えたら、はい骨盤調べましょうって話になる。それシンプルでしょ、ね、最終的に落とし込むのがどこだって言ったら、寛骨の制限を見つけて可動化することじゃなくて、その寛骨の制限が出してくれなかった運動方向を解放してあげるってことなんですよね。右に回らない、右に回らないから右にねじろうとした時にこういう動きになっちゃう、だから腰椎壊しちゃったっていう人がいたら、こう右向く時にこうやって腰椎を動かさないで動けるように寛骨を可動化してあげれば、痛めた腰椎っていうのは治すことができるでしょ、治ることができるでしょ。恥骨結合の検査っていうのを、まあ、通常であればこうやって恥骨結合を捕まえてこういうふうに動きを見るんですよね。こういう滑りがあるかな、前後の滑りがあるかなって見るわけです。でもそんなことやってったらね、とても2日じゃ終わらないし、私実際臨床でそんなことやってるかってやってないですよね。何やってんだって言ったら、こうやって膝立ててこうやって恥骨結合のこう結節を見ながらですね、これとこれでこっち倒したらこう動くはずなんですよ、こっち倒したらこう動くはずなんですよ。その動きの小ささはないかなっていう、こっち通らないねってなってきたら、よいしょ、あったりね、はい、あ、ちょっと足を切る、よいしょ、ね、これでいいんじゃないって話になっちゃうわけですよ。何をしたのって言ったら、恥骨結合のズレってのはだいたい腹直筋と内転筋の恥骨結合の支え方のバランスも崩れるんですよ。腹筋、腹直筋側が引っ張ればこうやって上に上がったまま下がらなくなるし、内転筋側が頑張りすぎれば下に下がったまま上がらなくなる。下がったのがこっちの内転筋が強くてこっちの腹直筋が強かったのかってことですよね。ただそれらを弛緩させて、よいしょ、骨的にはこっちに回った状態、まだ筋膜の制限っていうのに動きが、邪魔されない位置で動きを作っちゃう。そこから筋膜を骨を滑車として伸ばすなんてことをしてみた。するとあ、どうやら恥骨結合はこれで回復できたな、まあ、そんなことを恥骨結合の動きをまず簡単に評価するにはどうしたらいいのか。ほら膝揺らせばいいんじゃないっていうのも一つの答えでしょ。でも膝揺らして目で見てわからないと言われたらどうするんだって話になったら、触っておいて足首をこう交互に動かしてください。こう動きしてくる、だいたいですね、恥骨結合をポンと触れておくと、ここ触れておくと足首を動かすと足首反らした側が上に上がるんですよ、寝かした側が下に下がるんですよ。こうやって足首の動きと骨盤の動きっていうのは連動するんですね。それを使って動かない側っていうのが見えてくるとかね、そんなすごい簡単でしょ、難しくないでしょ。でこう肩骨自体こうやって揺らしたって動きの悪い方がまだちょっとこっちが回らないなとかってすぐ分かるし、これで肩骨の動きっていうのはある程度分かんないですかね。肩骨自体っていうのはどうやって動いてるんだろうって言ったら、まあこれは下位横軸なんですね。あのそこの自上面の下側の腕、長腕のへり、下極なんてところにあの軸があるんですよ。仙骨がこうあったとしたら、自上面があってこの下の方にあるんですね。ということはこういうふうに動いてるんですよ。
っていうことなんですよ。マティサイス触れて正中仙骨梁っていうのに指を2点こうやって振ろうとしてます。こうやって関骨、股関節をこうやって動かしてくるとこの動きってすごく見やすいんですよね。でも意外に後ろに回ってるな、前に回ってるな。さっき仙腸関節の動きで、関骨の動きで右の後方回旋の制限を感じたように思ったんですけど、これはどうも仙腸関節の上で関骨が動かないわけではないなってことなんですね。じゃあそれは何に求めたり、じゃあ今度仙骨かとかっていう話になるわけですね。じゃあ仙骨と関骨の動きを分けて考えるといったらどうするんだって言ったら、すごい難しいことがいろいろ書いてありますよね。私もとても理解できませんけれども、単純に考えましょう。うつ伏せになって仙骨の断髪検査したらいいんですよ。でしょ？この中で仙骨の動きっていうのがあるのかないのか、どっちなんだいっていう話ですよ。あれどうやら右側の仙骨手は左側に比べて入りにくいね。これ感触でわかるじゃないですか。そしたらそれに対して動きをつけていったらいいじゃないって話になるわけですよね。はい、こっち上にして失礼します。あ、そのはい、前に倒します。よいしょ。よいしょ。よいしょ。はい、あ、もう、でも、一回見てみましょうって話です。あ、でもさっき言ってることは感じないなと、ね。このことを繰り返していけばいいんです。ね。で、それを2日に分けて、この部分の検査はこうすれば簡単だ。この部分の介入はこうすれば簡単だって話にまとめたいとね。仙骨に対する、ちょっと体ですね、操作っていうのを昔は寝かせたり、さっきみたいにスラストだけでやってましたけれども、これみんなでやった方がいいか。いいですか、ね、皆さん体をねこうやって倒してみて、どっちか倒れないのはないですか。じゃあ右が倒れなければTSIS の内側、仙骨を触れますか。もう今日これで触れるでしょ。右の仙骨を触れるでしょ。そしたら右にスーッと倒していってください。仙骨甲がちょっと深くなるでしょ。なりました。はい、息を吐いて止めて反対側に倒しましょう。はい、戻します。はい、でもう一回外したら左右に倒してみてください。ほら、こんなんで仙骨の制限取れてるかね。すごいでしょ、ね、これはフリーマンさんが、ね、肋骨の操作を呼吸を使ってやるんですよね。それの、まあ、骨盤部、仙骨への応用です。これはどうですか、誰、こんな難しくないでしょ。スラストっていうと相当な練習量必要ですけれども、これ知ってりゃできますよね。なんてところに落とし込んでやっていきたいと思います、ね。はい、なので、興味のある方はぜひいらしてください。